はい、皆さんおはこんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして。実況をやらせてもらっているわらと申します。今回からですね、フォールアウト3の実況をやっていこうと思います。それですね、ただね、実況をやっていくというわけではなくてですね、私わらは、今回から悪に目覚めます。まあね、悪に目覚めると言ってもね、何をしていくかというと、まあこのフォールアウト3の世界ではですね、ブラザーフットという組織がありまして、まあ、そこが正義とされているんですけども、その正義に歯向かって、さらに罪のない市民も、やるかもしれません。というね、悪の道に走っていこうと思います。まずね、その、幸先スタートとして、この、エンクレーブという組織がありまして、そのエンクレーブの組織のミサイルを使って、あ、多分向かいのヘリが、あ、危ない、うおーわー発射したかな？あ、来た来た。これが向かいのヘリです。うおー危ない、光撃たん。じゃ、今から、帰ろうと思います。我が故郷へ。要塞管制塔、こちらプライドワン。要塞管制塔、応答せよ。こちらの方々は、ブラザーフットの方々です。今のところはまだ要塞に撃ったことがバレてないので。応答せよ。こちらプライドワン。要塞管制塔、誰かいないのか？きっと故障か。何か問題が起きているんだ。直行して調査するぞ。捕まってろ。まあね、これがもし要塞だとバレたら、僕は速攻やられます。やられちゃう、やられちゃう。危ない、死ぬ、死ぬ。強い、強い、強い。待って、待って、死んじゃう、死んじゃう。待ってよ、今、この状況は非常にまずいな。敵が多すぎるな、やっぱ。本拠地になると。回復が、スティンバックが、3しかない。どうしようか。オッケー。じゃあ、ここを、どうにか脱出します、今から。こちら、味方のね、スーパーミタさんです。この子がいれば多分逃げ切るんだけどね、正直に言うと。オッケー、クリア。全身だ。もうレベルアップしました。レベルアップしました、急に。あ、このタイミングで。どうしようかな。メカニックにしようか。これ良さそうだな。回復か。よし、オッケー。頑張る。よし、じゃあ、とりあえず全員、やりました。なんと、この状況から脱出できたな。よかった、よかった。まあ、こんな感じにね、お？逃がすな！逃がすな！落とせ！まず敵は逃げる。くっそ、逃がしてしまったな。仕方ない。まあね、このようにね、ブラザーフットの基地なんですが、ここは。ミサイルによって崩壊しました。これからね、僕の悪への道が進んでいく。悪への道が進んでいきます。噛んじゃったね。味方にはね、この、スーパーミュータト君がいるんで、名前をホークスと言うんですが、まあ、多分大丈夫かなと思うんですけどね。いくら敵に回したと言ってもね、この最強の仲間を手に入れたら、そう簡単にはやられないはずなんだけど。お、なんだ、まだいたか。まだか。まだいたか、くっそ、援護か。うおなんだ。甘いわ。
逃がさん。オッケー、クリア。弾切れか。やってしまったな。これは動かないのかな？とりあえず壊しておこう。オッケー。この死体からはね、できるだけ取れるものは取ってこないと。これ、危ない。なんだ、まだ、前いたのか。そうだ、もう一体あるんだ。ガトリングレーザー。オッケー、ナイス、フォークス。これからね、この二人のタッグで、やっていこうと思います。オッケー、着いた。ここがリベットシティと言うんですけど、まあ、いわゆる中立地帯かな。敵でも味方でもないって感じかな、ここは。今のところはね、今のところはだけど。まあ、一般人も住んでるしね。その中までは行きませんよ、今回は。入り口でね、行ってもらいましょう。じゃあね、バイ。もう僕は悪の根源なんで、もう、そんな気にしませんよ。って言いたいところだけど、さすがにね、敵に回せすぎると、危ないから、ここで一旦逃げときます。よいしょ。ハロー。あ、逃げるの？切り返し早っ！マジか！強いな、なかなか。給水キャラバンの防衛。オフィサーラピス、てか、ラペラティアが死にました。これ多分重要人物かな。ミッションの多分、受付人かもしんないな。やっちゃったな、俺。まあ仕方ない。やってしまったものは仕方ないです。よかったよかった。いやー、ハロー。またあんたか。何が望みだ。望みはねえ。そうだな。グッバイ。オッケー、クリア。射撃開始。どうだ？出てきた。奴隷商人か。ビジネス、グローズが死にました。あ、またこの人もいい。あ、重要人物か。やってしまったな。にしてもスーパーメタとかも強いな。面白い。やって、面白いだって、気が合うな。へっへっは、面白い。実に面白い。そうね。じゃあもし気が向いたら、このパラダイスフォールズにいる奴隷さんたちを救出しようと思います。気が向けばね。いや、いくら言ってもここもね、敵の基地だから、そう簡単にはね、乗り込めないと思うんだけどな。まあ、入り口は結構緩かったけどね。さあ、勝負だ。あ、もうバレてるな、やっぱり。反応が早いな。奴隷商人。言ってもらうぜ。おら！危ない。
よし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 。全員やったぞ。うん、オッケー。重すぎて走れません。ああ、荷物が多すぎたかな。いらないものを置いていこう。プラスマグネード。これで狩りかな。あ、今日使う。スタミナ出るんだ。あれ出ない？おっと、ああ、娘さん。何が必要なんじゃ。絶対バカにしてるでしょ。何？いや、俺はそうは言ってない。はい。いや、会話が噛み合ってないな。やめとこう。違う人にしようか。おお、グールさんか。さあ、出るんだ。あれ？お願い、た、何？早くし、チャンスよ。そう、チャンスなんだ。早く行くんだ、今から。はい、皆さん。今回はこの辺で終わろうと思います。藁の悪への道、パート1。今回はね、いろいろありました。ブラザーフットに喧嘩売ったり、パラダイスフォールズでね、奴隷を解放したりと、まあいいことをしたのか悪いことをしたのかよくわかんないこともしましたが、これからもどんどん悪いことやっていきますので、皆さん、ご期待あれ。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようならー。ピュン。